拾ったら食べられます。目の前にいるのは冥府軍のブルームという敵です。ちょっとややこしいのが、この面は無敵である。そういう場合は下の方の手を狙って撃ったりすると攻撃効いたりします。そしてこの先に出ている回転刃みたいなもの、これは横の道に逸れて、避けるのが好ましいんですが、今の見ましたでしょうか。回避というアクションがあります。さっきスティックを弾くように入力することで、ダッシュができるというような話をしましたけど、そのダッシュ動作を敵の行動に対して攻撃に対して、重ねるようにすることでやることができます。ちなみに近くの敵は打撃をすることができます。先進めますね。グラインドレール。ちなみにこれ、4章なので難しい方です。なるべく初心者選ばない方がいいですね。敵軍のホエーラ、敵を撃つ敵です。まあ、こういうのもダッシュ攻撃などを駆使して倒してしまいましょう。これは、さっきのホエーラが生んだキャラクターです。次に出てくるのがトータラス。これは非常に硬いキャラクターです。ひっくり返すとこういうのも回避、スパッと抜ければ、非常に気持ちよく倒すことができます。そして近くの敵にダッシュ打撃。回転中は無敵なので気をつけてください。そしてここが難所です。シールダーというキャラクターがですね、味方軍を守っているシールを貼っています。この内側に、敵がいると思うんですが、これがなかなかシールダーがシールドを張っている間には、攻撃当たらないです。でもそういう時には、横の方にかわすようにすると良いと思います。例えば敵が弾を打ってきますね。普通に横に歩いてれば当たらないので、まあ、こういうゲームをやってる方に対しては、常識すぎて面白みはないかもしれませんが、とにかく敵に対して横に歩け、これ基本です。シールダーとかしたら切っちゃう。ついでにボスもちょっと、顔を見せてもらいましょうか。話していませんでしたが、ここは、本当は実際に全体的によく喋っています。ピットもパルテラも喋っていますが、そうすると私が説明できないので黙ってもらいました。これが、冥府軍のビッグシリガル、死神の棟梁みたいなやつですね。このまんまだと踏まれてしまいそうなので、こういうところから2階に行ったりする。2階に行ったら行ったでそれなりの攻撃をしてくるので、1階に飛び降りることもできます。ここを使ってひょいっと超えることもできます。今のレーザーに触れてしまうと腰に髪を呼ばれます。これ腰に髪ですね。さっさと倒しちゃう。横にかわしていきましょう。こういう攻撃も回避さえできればなんてことはないです。これが、フィニッシュに近いところですね。あとは頭を狙っていけば OK と。ここから先は製品版でよろしくお願いします。すいません、切っちゃってください。